感情とは、菩薩が、フッつになるとき、その頭に諸仏が水を注ぎ、フッつの位に達したことを証明すること。密教においては、頭頂に水を注いで、諸仏や曼羅と縁を結び、正しくは主寺の戒律や資格を授けて正当な、継承者とするための儀式のことを言う。本校では密教における感情について述べる。もともとはインドで王の即位ありつ大使での風習である。 釈迦の誕生日を祝う祭りである漢物会もこれの一例であったがインド密教において複雑化した。いくつかの種類や目的の別があり、場合によって使い分けられる。日本では805年に日本天台宗の海祖である最長が高尾山の新五寺で初めて勘定を行ったと言われる。また、最長は徒党の際に達夫記事の巡業から秘密勘定を受け、 後年、新言州の海祖である空海が伝来した、金剛界、大蔵界の両部の血縁勘定も受けた。勘定の種類は以下の通りとなる。ただし、現在の中国密教やチベット密教においては、血縁勘定と寿命勘定とに儀式上の違いはなく、チベット密教のジェナンと呼ばれる形式のものを許可勘定と訳す場合もあるが、 従者が感情の種類と内容を理解し、儀式後に授かった戒律を守った上で、手法等を基本的に毎日行うか否かという、実践上の違いによって、結果的に、血縁感情と、呪名感情の違いとなる。また、日本では、鎌倉時代から幕末にかけて、天皇の即位式には、即位感情という行事が行われていた。感情を受けたものとして、言葉印。 五不覚災の名が記録されている。チベットでは、無常を湯河に分類されるほとんどのタントラで一家の四種の感情を行う。ゲルク派では、四種の感情の授与に先立ち、菩薩会、三魔屋会を授ける。秘密感情から第四感情までを受けることにより、究極次第の収集が許される。無常を湯河タントラの一つ、カーラチャクラタントラのみ、他とは異なる。 独特の体系を示す。世間感情7種と出世感、感情4種に分類する。友のトルマによって4感情をお家事の方法で授けるもの、太もものラマの身体マンダラにより4感情を完全に授けるもの非常に秘密な胸に重視していただく、お家事の方法で授けるもの。ありがとうございます。